学校法人石川高等学校、石川二塾中学校は、福島県石川郡石川町大室に所在し、中高一貫教育を提供する、私立中学校、高等学校、明治25年に石川技塾として創立、福島県内最古の私立学校、同じ石川町内にある、福島県立石川高等学校と別するため、高等学校は、学法を監視、 略称は、学法石川、国高学籍。福島市にある学法福島高校との関係はない。2008年度より法人名を、学校法人石川義塾に変更、石川義塾中学校を新設し、併設型中高一貫教育を開始した。自転車競技部は、競合で、全国高等学校総合体育、大会自転車競技大会6回。 全国高等学校選抜自転車競技大会3回の全国での総合優勝とインターハイと選抜自転車競技大会で11回の準優勝を誇る。ハンドボール部も全国レベルで全国高等学校総合体育、大会ハンドボール競技大会、国民体育大会、全国高等学校ハンドボール選抜大会2回の3位入賞。 選抜と選手権の東北大会で共に10回以上の優勝の実績がある東北屈指の競合であるインターハイ37回選抜大会は28回の出場をしている野球部は春3回と夏9回の甲子園出場最高位はベスト16明治神宮野球大会1回出場陸上競技部は2020年全国高校駅伝競争大会に 男子は10年連続12回、女子は8年連続8回出場。男子は2013年8位、2014年7位、2015年7位と3年連続で入賞。2018年は2時間2分台を記録し3位の表彰台に入った。2019年も前年の記録を上回る2時間2分台で5位入賞を果たした。7区間すべて日本人だけで2時間2分台を、 複数回記録している高校は、全国で本校と他校の2校のみである。女子は2020年に8位と初入賞を果たしている。サッカー部、ソフトボール部、柔道部、ソフトテニス部、シアリーディング部、ゴルフ部、空手道部も、全国大会出場がある。多くの種目で活躍しており、県内屈指のスポーツ校である。中学校の野球部、公式テニス部、ソフトテニス部は、 全国大会出場の経験がある。野球部は2021年公式、軟式の県大会2冠を達成している。ありがとうございます。